さあ、こんにちは、大堀一二三でございます。ね、今日また、いつものごとくってことでもないですけども、お昼間収録しているわけでございますけどもね。さあ、今回またね、古き良き歌を長渕流テク、アコースティックギターのテク、そしてアレンジで料理シャウザカモンということでね、もうこういう言葉が定着しちゃったような気がするんですけどもね、今回ね、また節目の第5回目ということで5ですよ。ねえ、どう思います？もうあっという間に5回目。ねえ、早いもんです。ねえ、豆腐ちゃん。ね、このね、豆腐もうなずくぐらいですね、ちょっと感慨深いものがあるわけでございますけども。さあ、今回、やっぱり第5回目ということで前回ね、やっぱりゴーしなきゃいけないと。ゴーゴーゴーしなきゃいけないということでね、もう私もう前日か前々日からもう眠れない状況でして、かなりまあ気合が入っていたわけでございますけども、まあこんなことに気合れてどうするんだと思われるかもわかりませんが、今日も最後までお付き合いいただきたいというふうに思います。さあ今回ね、じゃあちょっと君はこちらの方へ。ね、さあ今回はですね、まあ第5回目ということでございまして、やっぱり第5回目、もうやはりね、まあ何度も言いますように、やはりゴーしなきゃいかんと。やっぱりこうまっすぐもうねバンとこう突き進まにはいかんということでね、もうこれが6、7、8、9とやっぱ続いていってくれることを願ってですね、まあ自分で勝手に続けると思うんですけども、曲これ選ぶのに悩みましたけどもね、決まりましたよ。もうこれもね、もうこれも名曲だわな、もうこれも同様でございますけどもね、もうこれも昔から本当に古くから親しまれている1927年にこの曲出来上がったということですが、赤トンボ、ご存知ですよね皆さんね。赤トンボを今日はもうこのね、ミキ・ロフ、そして、山田耕作のこのスーパーコラボのね、曲をですね、長渕流アレンジでですね、やっぱりこうもう今日はね、もうバッサリじゃなくて、もうこの X 字でバッサリ切っちゃえということでね、やっていきたいというふうに思います。さあ、もう目と目が合ってしまったじゃないか、ギブソン君。さあ来たね。さあ、いつものごとくまた今日もね、今日ね1本目 J45 で、実はね今日ね違うアレンジ展開もちょっとご用意しておりまして、楽しみにしていただきたいというふうに思うんですけども、さあバック音楽をちょっと消したいと思いますが、はい、ということでですね、イエーイ、今から赤トンボ歌うぜ、よし。さあ今日のギブソンの音もいいね、本当に、60年代を再現した J45 でございますけども、私のね、相棒となって、もう2年目でございますからね、これからもやっていきたいと思いますが、さあ赤トンボね、今日はね、ちょっといつものリズムとちょっと展開が違うのもね、一発目やりたいと思いますが、早速いきますよ。ね、これも長渕さんのこう、リズムによく見られますよね。ライセンスとかね。今日ちょっとキーの E でいきますよ、ドーカポ。ブルージーに行きたいのよ、この歌詞を見たらさ。小焼けの赤トンボ追われてみたのは幻か。さあ、思いっきり歌詞とね、リズム間違っちゃいましたけども、まあいいじゃないね、現代風にアレンジしようってことなんですからね。夕焼け小焼けの赤トンボ、もう完璧ちょっとリズムの節崩れてるよね。でもいいじゃないね、こういうアレンジも大事だということですよと、まあそういうふうに開き直ってやってるわけですが、もうだってほとんどリハーサルやらないもんね。うん、リハーサルやらないでこうパンとこう出るこの嬉しさね、いいですよ、ぜひやってみて。うん、作り込んだものってのはリハとか結構やるんだけど、
こうやってね結構即興的にやるっていうのはいいもんですよ。うん、ということでね、今日はあのこのっていうこういうリズムから始まりましたけれども、どうですか、こういうこうリズムを刻みながらですね、この赤トンボがね、これあのミキロフさんがあの作詞されてるんでございますけども、まあ彼がね、まあそのもう随分昔の話ですよこれね、もう90年近く前の話かな、1927年だからね、もう発表されたのがもっと前です、それ詩が作られたのもっと前みたいですけど、彼が地元、関西の方ですけどね、子供の頃にですね、その見た赤トンボね、その思い出をね、こう赤トンボがふっとこうあの空をこう飛んでる姿を見てね、その子供の頃を思い出して、その作られた歌ということだそうでございます。これ4番まであるんだけどさ、やっぱりこう赤トンボついてるから言うからね、やっぱ夕方のね、その夕焼け小焼けの赤トンボね、追われて見たのはいつの日か、もうこれすぐわかるよね、もう子供の頃っていうか、もう本当に過去、本当にそういうのもうね、僕たちでもいつの時代だって今秋口になるとね、それこそもう山の方でもですね、そしてこういう都会の、都会じゃないけど、まあその普通の平野といいますか、でも見られるようなトンボたち、それ薄履きトンボとかですね、秋茜とか夏茜とかですね、いろんなまたトンボがいるわけ、症状トンボとかね、まあ赤トンボじゃないけど塩辛トンボとかね、そういった連中たちがいますけども、オニヤンマとかね、たくさんトンボいますけども、やっぱりこうやってあの特にやっぱりこう赤トンボ系ね、それこそ薄履きトンボっていうのはあの渡りトンボなんですけども、まあそれ以外やっぱりこう秋やかに夏やかに、特にあの秋になると真っ赤になるトンボね、そういう見てですね、やっぱ僕思うよ、あ、秋が近づいてきたねって、秋来たねと思いながらやっぱ感じますよ、ということなんですよね。もう秋が来たねと思うんでございますけども、それ見るたび僕たちもそう思いますよね。やっぱりこの時代でもね、やっぱそうやってやっぱりこう子供の頃を振り返っても、いつの時代大人になってみても、やっぱりその赤トンボっていうのはやっぱこう秋の訪れだったりっていろんなことを思い出させてくれるんでしょうね。でこれ4番まであるって言いましたけどもね、これ3番が悲しいよ急に。いやね、15で姉やは嫁に行き、お里の太陽を消え果てたって、なんどんだけ悲しいのこれね。15歳で姉ちゃん嫁行ったね、お里の太陽も消え果てた、これ姉ちゃん行方不明だったんですかね、大変なこったね。だからこういうやっぱりこう、まあ、ある意味ブルージーなっていうんですか、まあ、ブルージーと言いますか、非常にこう哀愁が漂ったですね感じで、やっぱこういうリズムで刻んでみたわけですけども、どうでしょうかね、これ合うね、うん、さあ今度はちょっとカポつけて、うん、いろいろ考えたんだけど、これやっぱね軽快にやっぱりなんていうんですかね、あのスリーフィンガーとかで語っちゃいかんな、夕焼けの赤トンボ追われてみたのはいつの日か、赤トンボを思い出す子供の頃を、ねえいい感じだね、ねえいいね、今日はもう今日はね、トークよりもこのやっぱりあのまあそうだね、トークもそうですけど、やっぱりこの赤トンボのね、やっぱりこう哀愁漂うこの染み入るような感じ、もう俺の顔出てるでしょ、俺の顔に今日は。もうここもうね、思わずこうもう目の下にシワが寄ってまうんじゃないかっていうぐらいして、涙が出るよね、こういうなんかこう。じゃあ今度はですね、ちょっともうちょっと重厚感あふれるような感じで、同じアルペジオなんですけど、ノーカポで、夕焼け小焼けの赤追われてみたのはいつの日か、
本当にもうね、今日なんか言葉も出ないね。うん、なんかこうやっぱりあの、もうなんかもう本当なんかもう思わずこう言葉も出ない、こうシューってなっちゃうんですけど、でこのさ一番も聞くだけでさ、なんかやっぱうわーなんか悲しくなるよね。うん、わかります、こういう気持ち。最初やっぱこう、まあこれちょっとしんみりした話になるわけですけども、赤トンボっていうのはね、まあほらよく泣き口になりますと、いわゆるねやっぱりこうお盆とかあるじゃないですか。お盆とかになるとやっぱりこうあのちょうどねトンボとかもこう、まあ、秋口に近くなってきて、まあ、トンボが飛びますよね。でやっぱりほらあの魂を乗せてトンボ帰ってくるんだっていうね話がありますけども、なんかやっぱりそうだね、あの時こうトンボってすごくこう大量にね、特に薄巻きトンボなんかはあの空のね薄巻きトンボっていうトンボがいるんですよ。あのそういうこう集団で渡るトンボなんですけどね、集団でダーッとその秋の空をねもうすごい目まぐるしく飛び回ってるわけで、彼らすっごい必死に飛んでるんだろうね。でその必死さと、なんていうんですかね、その命の尊さみたいなものがこうすごくこう比例してね、こう僕もその見るたびにそのあやっぱり命って大事なんだねというふうにこう思うわけですよ。そしてねこうそれと同時にこの赤トンボのこうメロディーやね詩がこうパーッと流れてくるわけさ。そう思った時にそうだよねだよね、なんかもうだよねなんだよ。もうなんかこうまあこれもあの前回4回目ですか、そうですね、3回目でほらあのカタツムリって歌やりましたけども、あの一寸の虫にも五分の魂って言葉がありますけども、そうだよねって、やっぱほらあんなわずかなねと生き物でもね、そう本当にね命を宿してるんだと。我々人間もそうだけども、そうトンボとか彼らもねすごいやっぱり必死こいて飛んでるということなんですよね。だからやっぱりこう大事にしなきゃいけないなというふうに最近なんかよくなんかこうこの年になってこうつくづく思うわけなんでございますけども、ね、今日なんかもう完璧今日1から10まで今日しんみりしてる感じですけども、うん、ちょっとこう楽しくいきたいつもりなんですけども、そういうことをこうこの、うん、歌詞にはこう感じるなという感じがしますけどもね。皆さんどうでしょうかね。ね本当に、うん、だってこれをさこんな風に弾き語ります、こうやって長渕さんのキープオンファイティング風にさあ、でも書いていいかもしれないね、こう赤トンボスピリッツみたいなね、赤トンボのこうもう情熱の赤いバラみたいなね、もう真っ赤になる赤トンボももっともう目もこの尻尾みたいなあのシリケートンボのあのこうあの尻尾ですよね、こうあれがもっと明るくなりすぎても赤がにじみ出てしまうて、もう赤のインクがポトポト出るんやないかっていうぐらい夕焼け小焼けの赤トンボ追われてみたのはいつの日か、山の畑へのアクアの実を小かごに積んだ泡幻か。だから語ったらダメですよ、ね、今日はね、ちょっと試しにやってみただけ、こんなに完全にリズム崩したなんて、山田耕作先生のあれがつかないじゃないか。まあでもいいんだよ、うん、とにかくね、三木露風さんとか山田耕作さんのこの気持ちみたいなものをねやっぱり感じなきゃいけない。うん、赤とんぼ特にこうなんかこうじんじんくるね今日は、本当にマジで、あのねもう今日も話もなんか何でも長くなりそうですけど、じんとくるな。もうこの間のカタツムリみたいにこう滑稽な言いにいかないじゃないか、ね、今のようなこう激しくこう語るよりはやっぱりサビッキみたいにアルペジオとかでこうやったりとかっていう感じでフォーキーにねしんみりと語るのが一番似合うんじゃないかなと思うんですが、まあね今のような感じでやるのもいいだろうし、さああともう一パターン実は用意したんですよ皆さん。でそこのね、ねお二方もそうですよね、そこのおじいさんおばあさんもそうですよ、ね、そこの小さい子供さんもそうですよ、
ねえ、ねえもう一つ実はアレンジ考えたんですよ。でこれある意味ね皆さんびっくりするかもしれない。はい、実はですね今日はもう一本ギターを用意したわけでございまして、はい、ラリビエの C09、 これねカナダに作られてるギターなんですけど、カナダに作られていたんだね。今はもうアメリカの方に移ったんですが、さあ今日これでオープン D チューニングね、D になる。でこれスライドバー、これはですねうちのおじからもらってチリビールで作ったというですねお手製のですねこれボトルネックでございます。まあちょっと操作性はしづらいんですけどね、まあまさしくボトルネック。今日はねこれでやっぱりの赤とんぼ追われて見たのはいつの日かや。赤とんぼ、どうですか、これも結構いいね。オープン D チューニングっていうのは結構いわゆるこうマイナー系なんですよ。例えばオープン G チューニングになると結構明るめになるんですけど、こうオープン D にするとねすごくこうちょっとこうやや暗めになるでしょ。でメジャーキーなんだけどすごい暗くなるニュアンスがあるんですよ。だからねこうっていう感じで、僕もそんなにスライド上手くないんですけど、こう赤トンボでこうちょっとこうふっと思いついたんですよ。こうやってこれで語るのもいいなみたいな。ちょっともう一回やってみようかね。山の畑の桑の実を、いいでしょこれ、コカドに積んだは幻か。赤トンボ、いいねいいね。これ自分に酔いしれちゃった。そうもう酔っちゃうのよ、わかります。もうねこういうのがねやっぱりどうよっていいね。なんかほんとそう思うな。これやっぱ今日もうほんとわかったね。今日皆さんもひょっとしたらわかったかもわかんない。今日この赤トンボはね今日しみるな。でもねこれ1番2番3番4番って行くたびにねこう悲しくなっちゃうの。最後なんか夕焼け小焼けの赤とんぼ、なんだ止まって、止まっているよ、竿の先ですからね。これもうこの一節を聞くだけでさ、こう夕日のねこうもう皆さんイメージしてみてください。夕日をこうバックにですね赤とんぼがですねその竿の先にパッと止まってるわけですよ。もうでいろんなこと思い出すんだろうな。この特に3番がさもう泣かせるじゃない。さっきも言ったように15で姉ちゃん嫁行ったと、お里の便りも消え果てたっていうね。でもう便りもこんくなったと言うんですけど、15歳で姉ちゃん嫁行っちゃった。でそこを思い浮かべて、どうして姉ちゃん行っちゃったんだろうな、嫁行っちゃったなって、それでこうなんだろうな、そのことをいろんなこう悲しみを思い出してね、多分このミキさんはね、ミキロフーさんは多分思ったんでしょう。でそれをこうやっぱり子供の頃はこうあまり思わなかったとしても、やっぱりそれが何十年後とかで大人になった時に赤トンボがポッと見た時に、ああそういえばああいうことあったんだねっていうふうにこう思うんだろうね。そういうのってあるよね。だからやっぱりそういう気持ちを込めてやっぱりその今日のこの赤トンボっていうのは歌わなきゃいけないんだろうね、そして弾き語らなきゃいけないんだろうねってことで、今日このもうスライドギターでやってみたんだけどぴったりだね。
本当皆さんも試してみてください。ね、もう今日はねあまり面白いこと言えないんですけど、本当にそんな感じで今日はね、やってみたんですけど、どうでしたか。もう今日赤とんぼということでね、まあ第5回目ということで、今日はかなりしんみりしたテーマでやってみましたけれどもね、まあきっとね、今見てくださるてる皆さん、きっとこの赤とんぼの良さっていうのをね、分かってくださったんじゃないかなというふうに思いますが、さあエンディングに行きましょうか。もうね、よいしょ。さあ今日はねこの赤とんぼやってみたわけでございますけど、皆さんどうでしたかねえ。もう今日はですね、もう思わずこうもうしんみりしちゃって、もうなんかほーってなっちゃってね、これを最初見た時に、赤とんぼってもっと奥が深かったんだと思ってね、やったんですけども、どうでしたか皆さん。ということでね、皆さんもねぜひ赤とんぼをもし耳にした時に、大堀一二さんがなんかこう今日なんか適当にやってたねみたいな、適当にやってたというか、なんかすごいアレンジやってたよみたいな、悪い意味でやってたなということを思い出して、ふっと思い出していただいて、こう赤とんぼ、ああいい歌だったよねっていうふうに思い出していただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、まあね、次は第6回目ということで、第6回もねかなりまあ、これこの曲いいねっていうのをちょっと用意しておりますので、皆さんぜひチェックしてみてください。よろしくって感じですね。今日はもう昼前撮ってるわけでございますけど、目の下にはですね、クマができ、そしてですね、もうね、胃もちょっと切りたいの、ね。胃が痛い状況でどうしてやってんだって。しかもですね、それで抑えるためにですね、このモンスターエナジー、ね、モンスターエナジーを飲みながらですね、今日やってるわけでございます。ということでですね、今日もね、最後までやってみましたが、どうでしたか皆さん。ということで、もう本当、いろいろやってみました。赤とんぼでした。ということで、また次回お会いしましょう。大堀一二三でした。さよなら、バイバイ。